はい、それでは始めさせていただきます。まず最初に簡単に自己紹介からさせていただきたいと思います。エピックゲームズジャパンでテクニカルアーティストをやっています。小林と申します。普段は UDN での回答など UE4 のサポート業務を中心にやっております。前職は AAA タイトルの、テクニカルアーティストをやっておりました。ツイッターもやっていたりするので、よければフォローしてください。で、今日お話しする内容ですけども、こんな感じのシーンを、勉強会用に作ってきました。今回は水中表現に、フォーカスして、どんな表現をすればリアルな水中を再現できるかというのを、ご紹介していきたいと思います。こちら動画なんですけども、こんな感じのものを作ってきました。こちらがリファレンスなんですけども、セノーテというんですけども、鍾乳洞の天井が崩落してできた穴に、地下水ですとか、雨水が溜まってできた泉のことを言うんですけども、これをモチーフにして作成しました。メキシコのユカタン半島っていうところにいくつかあるみたいです。このセノーテを作るにあたって、今回2つほどこだわった点があるんですけども、まず水中両方から見ても破綻しない、というのと、あと水中リアルな水中表現、この2つを頑張ってみました。それぞれ具体的に何をしたかというのをちょっと紹介していきたいと思います。まず、水中水上両方から見て破綻しない、これはどういうことかというと、画像のような、すみません、右の画像のような感じでカメラが半分水没したような、状態を再現してみました。まずちょっと水面のメッシュ構成からお話ししたいと思います。まず、図のようにカメラと、向かい合う面を作って擬似的に、水没状態を再現してみました。この部分ですねが、水没した時の断面になっておりまして、この上側の部分が、水面の表面ですねになっております。で、さらに、他にもいくつかくっついていまして、表面メッシュの裏側に、裏面用のメッシュがあります。カメラが水没していくとこの裏面のメッシュが見えるようになっております。そしてもう一つ、水面の境界、カメラのレンズに、なんかこうベタッと張り付いたような部分を表現するために細長いメッシュをベタッと貼り付けております。こんな感じの構成にしたんですけども、どうしてこんなバラバラにしたのかというと、それぞれ半透明相当順、描画、半透明を描画する順番ですね、これを指定するために、こんな感じの4つのメッシュ構成になりました。いろいろとトライアンドエラーを繰り返した結果です。では、次に水マテリアルについて解説していこうと思います。先ほどお話しした構成メッシュでそれぞれ違うマテリアルが当たっておりますので、個別にちょっと解説していこうと思います。まず、最初に水面マテリアルの表の方から見ていきます。ノードグラフがこんな感じになっております。それぞれ、どこで何をやっているかちょっと部分的に見ていこうと思います。まずこの一番右端のこの部分から、
ちょっと変わった半透明の作り方をしておりまして、オパシティですとか、リフラクションのピンを使っていません。どうやってやっているかというと、エミッシブにシーンカラーを刺すことで半透明を表現しております。で、ノーマルとか、ワールドディスプレイスメントについている、この関数なんですけども、これはフーディニの方で作った波の連番テクスチャーをマテリアルファンクションにまとめたものですね。これが刺さっています。水面の動きに関しては、フーディニのオーシャンシミュレーションから、オフセットとノーマルを、連番としてテクスチャーとして書き出して使っています。で、書き出したテクスチャーは、アンリアル内で、フリップブックノードという連番テクスチャーをアニメーションさせるノードがあるんですけども、これを使ってアニメーションさせています。これを1個のマテリアルファンクションとしてまとめて使っている感じです。で、また水面マテリアルに戻ります。先ほどエミッシブカラーをエミッシブにシーンカラーを指して半透明表現と説明しましたが、どういうことかというと、基本的にはスクリーン UV、スクリーンポジションですね、を、屈折しているかのように歪ませて、それを UV として使ったシーンカラーをエミッシブに指している感じです。でまずこっちの、UV を歪ませているところから見てみます。どうやって歪めているかというと、なんかこう複雑に見えますけども、スクリーン UV に、ノーマルを足しているだけです。これだけで、歪んでいるように見えるのですけども、あくまでフィク表現でして、物理的に正しいものではないのでご注意ください。そしてその歪めた UV をシーンカラーにつなげます。こんな感じです。上半分がシーンカラーで、さっき歪めた UV 情報から引っ張ってきておりまして、で下の方に、シーンデプスとか深度の情報がありまして、こちらも使っています。はい、次、裏側の水面メッシュです。ノードの全体像はこんな感じになっています。さっきよりもシンプルなんですけども、裏面だけ専用の処理があったりします。この部分、スクリーン UV を歪めてシーンカラーの UV として使うのはさっきと一緒ですね。でそしてここ、前反射表現とあるんですけども、これに関しては、後ほど詳しく解説したいと思います。次は、断面マテリアルです。ノードは非常にシンプルで、ただ透過させているだけなんですけども、メッシュ自体をカスタムデプスに描画していて、後で、水面以下かどうかの判定に使います。で次、境界マテリアル、このカメラにくっついている部分です。こちらがマテリアルグラフの全体像です。これも結構シンプルでして、まずこの部分から境界のグラデーションとありますけども、メッシュの UV を矩形に開いておりまして、その UV をもとにグラデーションを作っています。画像にするとこんな感じですね。こんな感じのマスクグラデーションを作っております。
次に上の部分ですけども、先ほどのグラデーションを使って、これかなり適当に新カラーの UV を歪めているだけです。はい、これ、水周りの各マテリアルの解説は以上です。で、結果的に、こんな感じの表現ができるようになりました。十分満足いく結果になりましたので、次、リアルな水中表現という、ちょっとふわふわした言葉で申し訳ないんですけども、具体的に何をどんな表現を使ったのかというのをちょっと見ていこうと思います。まず、この何もない状態、全く水中表現がない状態から実際やった水中表現を足して見ていって、どんな水中表現をしたか、紹介していこうと思います。まず、水面の反射と屈折、上半分くらいからなんかこうメッシュの、水面メッシュが置かれて、ちょっとだけ歪んで、水面っぽくなったかと思います。これからさらにコースティックス、ちょっと分かりにくいかもしれないですけども、地面に、なんか光の模様みたいなのが出たのが分かると思います。で、次に、色の減衰ですね。水に光が吸収されて青っぽく見えていくのを再現しています。これでだいぶ水中っぽくなってきたと思いますけども、もう一つゴッドレイ、光棒とか、白明光線とか呼ばれるやつですね。この4つの要素を足すだけでかなり水中っぽくなることがわかると思います。最初と比べると随分違います。ということで、この水中の各構成要素についてそれぞれ解説してみたいと思います。まず、水面の反射と屈折、これはリファレンス画像なんですけども、水面を見てみると鏡のようになんかきれいに水面下のものが映り込んでいるのがわかると思います。これはどうしてでしょう。突然ですけども、ちょっと中学物理の授業を思い出してみましょう。入射角、反射角、屈折角について簡単に図で説明します。雑な図で申し訳ないですけども、水と空気があります。これは横から見た断面図だとでも思ってください。この水面に光が差し込んできた時に、面に対して垂直な線を引きます。で、この光の線と垂直線の間にできる角のことを入射角と呼びます。で、水面に当たった光は一部が反射して反対側に飛んでいきます。この時にできる角を反射角と言います。この角度は入射角と等しくなります。そして反射しなかった光は屈折して水の中を進みます。この時下側にできる角を屈折角と呼びます。空気から水に入っていった場合、屈折角は入射角よりも小さくなります。はい、以上が、入射角、屈折角、反射角のおさらいです。これは空気から水に向かって光が飛んでいった場合の図です。じゃあ、水中から空気へ、光が進んだ場合はどうなるでしょうか。水中から水面に向かって光が進んで、
ここに入社確保ができます。これは一緒です。で、反射角も一緒です。一部の光が反射して入射角の反対側に飛んでいって、角度は入射角と等しくなります。そして屈折角なんですけども、ここからちょっと挙動が変わります。水から空気に向かって光が進んだ場合は、屈折角は入射角よりも大きくなります。水から空気と書いていますけども、正確には屈折率の大きな物質から小さな物質に抜けていった場合です。例えば水ではなくてガラスだった場合でも、空気の屈折率が1なのに対してガラスの屈折率が 1.5 人くらいなので同じような挙動になり、水よりもさらに屈折角は大きくなります。こんな挙動をします。で、入射角が大きくなっていくと、ある地点で屈折角が90度になります。これを臨界角と言うんですけども、さらに、入射角を大きくしていって、この臨界角を超えるとどうなるか、すると、全ての光を反射するようになります。水から空気の方へは一切光が抜けていきません。これを全反射と言います。で、これは風鈴でシミュレーションしてみた結果なんですけども、動きだと分かりやすいですね。ある地点から屈折角が反射角に変わっているのが分かると思います。じゃあこれを UE4 で再現してみましょう。反射表現にはまずプレナリフレクションを使いました。これは平面限定なんですけども、ラスタライザーの反射表現の中では一番綺麗かと思います。で、反射させたい水面が下を向いているのでプレナーも下に向けます。プレナーを置いただけだと反射は綺麗なんですけども、さっきおさらいした臨界角の境界を作っていないので、水面の向こう側が一切見えずに、ただ、鏡のように反射しているような感じになってしまいます。ということで、マテリアルで臨界角を求めてみましょう。水から空気に光が抜けていく時の臨界角なんですけども、これは決まっていて、入射角が約 48.6 度の時が臨界角になるそうです。ではこの入射角の角度を調べてみましょう。水面からの垂直線ですけども、これはピクセル UE4 でのピクセルノーマルに置き換えられそうです。でもう一方のベクトル、光のベクトルの方は、UE4 ではカメラ逆になってしまいますけども、カメラベクターに置き換えられそうです。で、この2ベクトルの、ナス角が48.6 度以上かどうかを求められれば臨界角が表現できそうです。またちょっと裏面のマテリアルを見てみましょう。水面裏のマテリアルは、ここで臨界角のマスクを作っています。拡大するとこんな感じですね。ドット濃度内積で、2ベクトルのナス角が求められるので、48度以上かどうかを IF 濃度で調べています。すると、臨界角 48.6 度のマスクを作ることができます。でこのマスクを使って作ったマスクをもとに、シーンカラーに乗算して48.6度以下だったら、真っ黒に透けないように、して、でさらに、
メタリックとベースカラーの値を調整して 48.6 度以下の部分を鏡面反射するようにしてあげます。これで綺麗な全反射が再現できました。じゃあ次にコースティックスについて見てみたいと思います。コースティックスとは、反射とか屈折の影響で光が収束してできる模様のことです。晴れた日ですとかだと、浅めの川底ですとか海底とかでよく観察することができます。どうやってこの模様ができているんでしょうか。先ほどの図に戻ります。はい、また出てきました。もう皆さんバッチリだとは思いますが、入射角、反射角、屈折角ですね。ただこれが水面が波打ってるとどうなるでしょうか。まあ、こんな感じで、また水と空気があるんですけども、今度は水面がうにうにと波打っています。こういう場合に、光が当たって水面を通って、こんな感じで屈折しますね。で、そのまま進んでいってそこに当たります。で、そこに当たって光が集中した場所は当然明るくなります。まあ、この辺は明るいかなというのが想像できると思います。でも、この辺は光があまり当たっていないので暗くなりそうですね。この差が独特な模様を生み出しているというわけです。まあ、この辺は、屈折によって光が集中していて、この辺は、光があまり集中しなかったので暗くなっているという感じですね。大体理解できたかとは思いますが、じゃあこれをどうやって表現するか。まずフーディニで連番テクスチャーを作ってみました。先ほどの図の説明を3次元でやっているような感じです。少しフーディニの話になってしまいますけれども、先ほども出てきたオーシャンシミュレーションで波のアニメーションを作れます。で、大体同じ位置に平面グリッドを用意します。この平面に波のノーマルを転送します。平らだけどノーマルがいろんな方向を向いているというような感じですね。で、転送したノーマルをもとに屈折ベクトルを計算します。フーディニには、このリフラクトというちょうどいい関数があるので、これを使えば1行で、計算できます。あとは、屈折方向に頂点を移動して、頂点の重なり具合を頂点カラーに転送します。これでもうコースティクスの模様が出来上がります。で、最後にアニメーションを連番テクスチャーとしてレンダリングします。これでテクスチャーができましたので、出来上がったテクスチャーを UE4 でセットアップします。まあ、いろんな方法あると思いますけども、今回はライトファンクションを使いました。ライトファンクションマテリアル内で、連番テクスチャーを再生して、ディレクショナルライト、太陽光ですね、に適用しました。で、アニメーションはまたフリップブックノードを使います。アニメーションさせた結果がこんな感じになります。で、オンオフで比べてみると、こちらがオフで、オンにするとこんな感じになります。まあ、綺麗に表現できたかなと思います。
はい、じゃあ次に、色の減衰について見ていきます。まず、水の特性についてですけども、水は赤に近い光を吸収するという性質を持っています。で、光が、水の中を進むほど赤い光が吸収されて、結果的に青い光が残って、で、深い海や、川などですと青く見えるということになっています。ですが、コップの水や浅瀬などでは吸収量が少ないので、赤い光とか、いろんな色の光がまだ残っているので、無色透明に見えます。これをポストプロセスで表現してみました。グラフ全体像はこんな感じです。これも部分ごとに見ていこうと思います。まずここの深度の計算から。深デプスというノードを使って、カメラからの深度を取得して、ディバイド、割り算をかけて柔らかいグラデーションにしています。それから、ワールドポジションを使って水面からの深度も取得します。ワールドポジションの B チャンネルが、高さ情報なので、これを使って、こんな感じのグラデーションを使います。この2つの深度を使って、こちらのシーンカラーに色を乗算します。青っぽい色をかけるだけで、だいたいこんな感じの見た目になります。右の画像、カラーパラメータが真っ白のままなんですけども、これは、マテリアルインスタンスの方で青っぽい色に変更しています。で、この部分なんですけども、カスタムデプスで、水面以下かどうか判定とありますけども、どういうことかというと、最初の方に出てきたこちらの断面メッシュですね、を、カスタムデプスに描画しています。すると、こんな感じの水面以下の部分のマスクを取ることができます。これで、水面以下だけ色をつけることができるようになります。これもオンオフを比べてみると、こちらが何も入っていないオフの状態で、こちらがオンですね。比べるとかなり水中っぽくなったかなと思います。はい、じゃあ次に、ゴッドレイについて見てみましょう。ゴッドレイは水中の浮遊物ですとか微生物などが光に当たって光の筋に見えている現象ですね。この表現にはボリューメトリックフォグを使いました。これは公式サイトの、公式ドキュメントの画像なんですけども、なんかぴったしな表現かなと思います。ですが、ボリュメトリックフォグは普通に置いただけですと、こんな感じで水面以下も上も関係なしで全体的にフォグがかかって、なんかこうモヤモヤとした感じの印象になるんですけども、できればこんな風に水上と水中で濃度を変えたいなと思いました。そこで、ボリュームマテリアルというのを使ってみました。パーティクルに対して適用可能で、ボリュメトリックフォグの濃度や色をマテリアルから制御できます。実際に作ったマテリアルはこんな感じになっています。非常にシンプルな作りになっています。この部分で、ボリュームの範囲と濃度を指定してあげます。
で、この辺は水面以下かどうかの判定です。またワールドポジションの、B チャンネルを使って、計算しています。で、アルベドにはただ色をつないでいるだけです。でパーティクルの方は今回はナイアガラを使ったんですけども、ほとんどマテリアルを適用するだけなので特別なことはやっておりません。カスケードでも多分大丈夫だと思います。パーティクルスポーン、エミッターのパーティクルスポーンに、パーティクルスプライトサイズですねのモジュールを追加して、フォグを調整したい範囲の大きさを数値で入力してあげます。であとは、レンダーから、マテリアルを、先ほどのボリュームマテリアルですね、これをアサインすることで、パーティクル1からボリュームフォグが表示されるようになって、さらにマテリアルから濃度ですとか色をいじってあげることができるようになります。比較すると、こちらがボリュメトリックフォグオフで、オンにするとこんな感じになります。まあ、いい感じに表現できたかなと思います。これで一通りの表現を解説したんですけども、一旦ちょっとまとめさせていただきますと、水中表現に必要な要素としては、まず水面の、反射と屈折、それからコースティクス、色の減衰、そしてゴッドレイ、まあ、これらの要素が必要になるかなと思います。逆に言えばこれらの要素を理解して表現できればリアルな水中が作れるんじゃないかと思います。その他、水中以外の部分ですけども、背景とライティングに関して、ちょっと雑多な感じになってしまうんですけども、いくつか紹介したいと思います。まず、背景アセットですけども、先日エピックが買収したことで話題になりました。クイクセルの、メガスキャンライブラリーを使っています。こんな感じの岩アセットですとか、この辺の枝アセットなんかを使わせてもらいました。こういうのが地面にフォリッジでバーッと巻いてあったりします。基本的にはそのまま置いているだけなんですけども、濡れ表現のために少しだけ背景アセットのマテリアルをいじってあります。画像のように水面に近い部分を濡らすマテリアルを作ってみました。これを表現するには、ラフネスをこのようにいじってあげる必要があります。水面以下は元のラフネスで、水面のすぐ近くは0で、徐々に上に行くに従って元のラフネスに戻るような処理が作られています。マテリアル濃度はこんな感じなんですけども、これは不透明マテリアルの、共通のマスターマテリアルの中にあります。この辺で、ワールドポジションに波のオフセット値を乗せてあげて、水面位置を取得しています。で、上の方はまたワールドポジションの B チャンネルで、高さから、濡れる範囲のグラデーションを作ります。そして最後にラフネステクスチャーと乗算します。何もしていないとこんな感じの見た目なんですけども、こんなふうに少しだけ見栄えが良くなります。元のクオリティのも、元のモデルのクオリティが非常に高いので、手を加えたのはこのくらいです。メガスキャンライブラリを使った感想というか、なんか宣伝みたいになっちゃうんですけども、まずモチーフにしたセノーテが、そもそもパーツが少なくて、岩とか
枝ばっかりの背景だったので、メガスキャンライブラリが非常に役立ちました。それから背景アセットの制作コストを抑えることで、メインの水中表現、今回主題にしたかったことに中力することができたという点が良かったかなと思います。で、ライティングに関してです。ライトはディレクショナルとスカイのみですごくシンプルです。で、一応両方ともステーショナリーにしてあります。ディレクショナルライトの影についてなんですけども、最初カスケードシャドウを使っていたんですけども、影の部分が画像のようにパキッとしてしまうのがあんまり気に入らなくて、右側のエリアシャドウに最終的になりました。こちらエリアシャドウの方は、ベイクされた影なので、動的な影には対応できないんですけども、今回のシーンでは動くものが一切なかったので、こちらを採用しました。ディレクショナルの設定項目に、Use Area Shadow for Stationary Light という項目があるので、そこにチェックを入れることでこのエリアシャドウを表現できるようになります。それから、これは割と新しめな機能なんですけども、サンポジションカルキュレーターというちょっと面白い機能があるので、こちらも紹介させていただきます。これ何をするものかというと、緯度と経度とタイムゾーン、それから、日にちと時間を入れると、その場所の、その場所と時間の太陽の位置を計算してくれるすごいやつです。デフォルトでは入っていないので、プラグインからオンにする必要があります。プラグインコンテンツの、プラグインコンテンツをオンにしていただくと、サンポジションコンテンツというフォルダができるので、その中に、BP アンダーバーサンポジションというアクタがあるので、それをレベルに置いていただくと使えるようになります。で、緯度と経度は Google マップで調べることができます。URL に含まれているこの、数字がそうらしいです。試しに、この会場の飯田橋グランブルームの、緯度経度を調べてみました。こんな感じになりました。今、2019年12月15日の、13時15分、だいたい今ですね、こんな感じになるらしいですけど、ちょっと確認しようがないですね。はい。で、Google マップですので、もちろん世界中の緯度経度を取得できます。グランセノーテという代表的なセノーテがあるんですけども、そこの緯度経度を調べてみました。こんなところにあるらしいです。で、スイッチを入れるとこんな感じになりました。ユカタン半島はこんな感じに太陽が当たるんだなというのがわかります。だからなんだという感じかもしれないですけども、これは結構ゲーム以外の何でしょうね、建築業界ですとかだと、まあ、その現地の実際の太陽の当たり方とかまで正確にシミュレーションしたいという需要があるらしくて、そういう業界で結構使われているらしいです。ただここまで紹介しておいてなんですけども、最初、僕も検証はしていたんですけども、結局自分好みのライト方向が一番いいなと思ってしまい、不採用になりました。で、続いて、ライトマップの解像度の調整についてです。ライトマップの調整でしばらくトライアンドエラーが続いて大変でした。まあ、ビルド時間とクオリティの妥協点を探していた感じなんですけども、このライトマップ解像度の調整作業なんですが、
何が大変かというと、こうアセットを選択してアセットを開いて、解像度を変えて、でこれを調整したいアセットを数分繰り返す必要があります。超めんどくさいですね。なので、Python で半自動化しました。種類の違うアクターのライトマップ解像度を上げたり下げたり、同時に調整できるようになりました。まあ、あまり見た目に関わらない部分なので今日はちょっと割愛しますけども、今やっている EGGA アドカレにて詳しく解説予定ですので、興味ある方はぜひご覧になってください。はい、少し早いですが僕からの講演は以上になります。ご清聴ありがとうございました。あ、どうしましょう、質問。そうですね、質問、はい、はい、あ、何か質問などある方いらっしゃいますでしょうか。はい、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。フーディーニューのことについてちょっとあんまり詳しくないんでちょっと聞きたいんですけど、はい、先ほどのゴースティックスのテクスチャーっていうのはタイリングになっているような感じでレンダリングできるんでしょうか。はい、タイリングになっています。それはフーディーニューの機能としてあるっていうことですか。はい、そうですね、オーサンオーシャンシミュレーションの機能として、あらかじめタイリングされているはずです。はい、なるほど。なので、特に工夫はしてなかったと思います。そのまま書き出したらなんかいい感じにつなげてくれていたので、はい、それの元になったノーマルっていうのはその実際に使ったメッシュのノーマルが使われていて、はい、そのこんな難面だったらこんなコースティックスが出るっていうのが対応されているっていう感じですか。うん、あ、すいません、あ、すいません、ですね、計算に使った難面が実際のメッシュと同じものであって、はい、実際にこんな難面だったらこんなコースティックスになるっていうふうになってるわけですかね。あまり厳密な計算ではなくて、ただそれっぽいテクスチャを作るっていう感じの作り方なので、はい、正確ではないんですけど、ただそのフーディニーで作ったその、波打ちのそのモデル自体も、ノーマルとオフセット値をそのまま書き出してそれもまた連番にして UE4 で使ってますので、元になったモデルというのはコースティックスも UE4 内で動いている波の動きも一緒です。はい、ありがとうございました。はい、他何か、ありがとうございます。同じくフーディーについてのことでちょっと恐縮なんですけれど、はい、入射角と屈折角についての図、はい、簡易な図、あれもフーディーで作られたとおっしゃってたんですけれど、簡易の図、簡易図というか、なんかあれですかね、フーディニでシミュレーションした結果、式の角になると動いているやつですかね。あ、そうです、そうです、そうです。この辺だろう。あ、この辺。あ、そうですね。あ、はい、今の図ですか、ね、あれ前反射のやつでしたっけね。あ、はいはい、はい、すみません、それについてですけども、これはあれですかね、はい、その小林さんの方でそのそういう数式をフーディニー上で入力したのか、はい、あるいはそのもうフーディニー上でその入射角反射角についてのシミュレートをやってくれる機能があったのかっていうところを、これは全部手作りしました。そうですよね、はい、すいません、どうもありがとうございます。はい、他どなたかありますでしょうか。ちょっとずれるかもしれないんですけど、はい、水中の中でもう一回カプセルとかチューブとか、はい、水中じゃない表現って難しいですかね。お、はい、水中じゃない表現、水中じゃ、水中、例えばカプセルが水中の中に入っ、はい、透明なカプセルが水中の中に入ってるみたいな表現って、はい、だいぶそれからまた難しくなりますか。あ、水の中にさらに半透明物が入っている、はい、真空、真空じゃない、カプセルとか
チューブがこう水中の中を通ってて、ああなるほど、水族館みたいな感じですか。まあなんかこうこのペットボトルみたいな感じですかね。そう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 、はい、半透明物の中に水が入っているという、空のペットボトルを水中の中に入れたみたいな表現をするのはまただいぶ難しいです。そうですね、また違った工夫が必要になるかと思います。難しそうですね、なかなか。